はい、こんにちは。確かに、ね、稼げる力があったら借金というのは、まあ、何と言いますかね、銃に実弾をですね、込めているようなもんですよね。いくらでも撃てるんですよ。でもその稼ぐ力がないと、この銃に実弾を込めても撃てないんで、何の成果も上がらない。そればかりか実弾のね、経費ばかりかかっちゃうん で暴発する危険もありますしね、いわゆる詐欺みたいなね、状態になっちゃうんじゃないかなと思うんですよ。まあ本当は多分ね、詐欺とかないんじゃないかなと思うんですよ。もう今の時代詐欺はないんだけども、もうやらないから結果が出なくって、それを人のせいにしようと思ったら詐欺という言葉が一番いいみたいなね、で、あと詐欺が仮にあったとしても、それをね、見抜けないようじゃもうビジネスの落伍者だと言ってもいいぐらいだと思いますよ。やっぱそれはね、ビジネスっていうのは何が一番可能性が高いかってことをまず最初に見抜かないといけないですよね。儲かりそうにないもの、少しだけ儲かりそうなもの、たくさん儲かりそうなもの、全くのまがいもの、この中からどれをつかむのかっていうのが最初のビジネスセンスだと思うんですよ。で、そこでね、もう常にカスをつかんじゃう、常に詐欺をつかんじゃうってことは、もう自分のね、目利きが全然できてないんで、目利きをまずね、養っていかないといけないんじゃないかなと思うんですよ。まあ、農業に例えてもいいんですよね。釣りに例えてもいいんですけども、水たまりにね、竿を垂らして魚が釣れないって言って怒る人っていますかね。この水たまり魚がよく釣れるよ、クジラが釣れるよ、釣ってみなって言われて、糸を垂らして真に受けて、ほんほん、これが釣れるのかと思って糸垂らして、すいません、ずっと釣れないんですけどって言って、人のことを詐欺扱いする、そういう姿見たらどうですか。笑われるでしょ。でも人はそれをやるんですよ。驚くほど、なんかその間の抜けたものにですね、大金を投じる人っているんですよ。しかも話聞かないですよね。まあ、暗号通貨の話題出したら、まあ、こうなんかね、特定の暗号通貨の名前出したらちょっとあれ言いにくいんですけども、まあ、なんかあるんですよね。まあ、イーサリアムかなんとかかんとかって、イーサリアムクラブみたいなのがあるんですよ。ちょっと詳しくは言えないですけどね。で、それがね、何年も稼働してないんですよ。騙されてるんですけど、わかんないんですよね。私も誘われましたけども、絶対ダメだろうと思ってるんですよね。わからないんですよ。だからまあ、本当言われるように、怖いなら挑戦しないっていう手もあるかもしれないですね。それでは。